剣ガバガバじゃねえか。よりによってアンカーかよ。じゃんけんに負けたからだけど、とりあえず要注意なのは。え、もっと速く走れるようになる。はい、レッグカールですよね。まだあったんだ。この絵のアップはまずいだろ。結局翌日筋肉痛で動けなくて学校休んだんだっけ。あれはやりすぎだったな。うん、それはともかく、以来今日まで腸腰筋を重点的に鍛えてきた。走るための筋肉だけは明美にも負けてないはずだよね。なんとか2位は確保したぞ。でもこの間のリレーは悔しかったな。せっかくリレーのために鍛えてたのにな。立花先生も見逃してくれりゃよかったのにさ。リベンジか。やっぱりサウナはいいな。よーいスタート。あの先生。